昨日おととい大変なことがあったんですよちょっとある用事があって福岡に行ったんですうちのスタッフと二人でせっかく福岡に来たからカツイカを食べようってなって中洲にですね川太郎っていうイケスのお店があるんですイケスがあってそこ一回うわー歩いたわけですねよし川太郎行こうって中須の川太郎にランチを食べに行きました私川太郎結構昔から好きで 川太郎に行ってるんでただちょっと1個問題がありまして本当に美味しくていいんですけども前後左右ソープランドなんですよそういう立地なんですタクシーで川太郎行ってください川太郎行ってついか食べて出てきましたでしょでタクシー拾って歩いてたらですね隣のソープランドのお兄さんが。 うちのいけすもどうですか <laughs> うまいって <laughs> 爆笑してですね。いや、もうこっちのいけすでもう十分ですって言って隣行ったら、もうほんとやめてほしいんですけども、ソープランドの呼び込みのお兄さんが、 「先生じゃないです名前言うなと」と <laughs> <laughs> みんな見てるから「いや私の川太郎から出てきたんですけど」みたいな「武田先生見てますよそこまで一点返見てますー」でてそうプランド外で「武田先生言うなっちゅうんですもうほに」<laughs> <laughs>「すません私川太郎から出てきたんです」タクシー乗れるところまで歩いていかなきゃいけないわけですよそうそうそうプランド外を歩いていかなきゃいけないよね。 武田先生言うなっつうんですもう本当に写真の撮り方一つではね多分川太郎の隣だからねうちのいけすもってのは多分もう城東区なんでしょうね思わず「うまい!」って言いましたもんね人もてますごい川太郎有名店んですよ美味しいんですよそうプランド街でちょっとなんですけどもね